思想犯保護観察法は、1936年、思想犯を公権力のもとに監視しておくために、制定された、日本の法律である。全員14条からなる。治安維持法違反で逮捕されたが、執行猶予がついた者や、基礎猶予になった者、仮釈放者、満期出国者に対して適用された。思想犯保護観察制度とは、一言で言うと、 思想犯の再教育、監視制度である。犯罪者の保護観察制度は、19世紀のアメリカ合衆国を起源として、ヨーロッパに広まった制度だったが、思想犯を対象とした制度の導入は日本が最初である。1945年、ポツダム宣言の受諾に伴い批発する命令に、関する権利きくち案維持法廃止等の件により、廃止された。 広田内閣期に成立した思想犯保護観察法により設置された思想犯保護観察書の一覧。1936年2月に元総理大臣の斉藤実のが2.26事件により暗殺され、岡田内閣が総辞職し、続いて広田内閣が成立したが、その時期の5月に成立した法律である。法成立の5月29日当時、 憲法の番人たる、枢密院議長は、平沼喜一郎。検事総長は、三幸次郎。大臣委員長は、池田虎次郎。警視総監は、元神奈川県知事石田香織であった。昭和一新運動の弾圧や、治安維持法の罪を犯した者に再び罪を犯させないために、本人を保護し、その思想行動を観察することを目的とする。 刑事政策の一環であった。思想補導官、思想保護士が保護観察にあたり、保護観察審査会が設けられ、保護観察の用費、あるいはその期間更新の用費などの審査、議決に預からせた。全国22箇所に保護観察書が置かれた。保護観察に付されたものは保護士によるかあるいは保護者に、引き渡し、または保護団体、人。 教会などに委託して私生活に及ぶ監視が実施された。東京府では神社本庁近辺の渋谷区駄田谷に思想犯保護観察所が設置。大阪府では大阪市北区若松町菓子の弁護士事務所跡の借地に設置され、100名以上の保護士によって大阪高層院検事局管轄内の1800名以上が保護観察を受けていた。 本法律に基づき、全日本仏教会なども思想犯保護観察団体となった。朝鮮半島においては、朝鮮思想犯保護観察令により統制された。朝鮮では、司法人事件は、朝鮮総督府が握っており、これに対し朝鮮弁護士会は、裁判所構成法や弁護士法を施行する、要帝国弁護士会に陳情をしたが、実現しなかった。 1934年、1935年の2度の治安維持法改正失敗により予防抗菌制度の導入が不可能になったことから、天候政策推進のための法的基礎が失われた。そこで、当面の対策として作られたのが思想反保護、観察法である。1934年の治安維持法改正案では、保護観察と、 予防抗菌の2制度が規定されていた。しかし、予防抗菌に反対が集中したためそれを削除し、代わって保護観察の適用範囲を広げて作られたのが、翌年の1935年改正案である。なお、予防抗菌制度は1941年の新治安維持法の成立により復活する。保護観察制度の生みの親であり、育ての親でもあるのが、 森山武一郎である。法案責任者だった森山は、在来の行きがかりを一切り捨てまして、全然新たなる基礎のもとに立案したと述べて、思想反保護観察法が威嚇弾圧ではなく、保護指導にあることを強調したが、口述のように実態は異なる。前述の通り治安維持法改正案は廃案になったが、これらから保護観察の部分をほぼそのまま取り出して、 法律化したのが思想犯保護観察法である。法律化にあたっては、1935年改正案に、次の3点の修正を施した。保護観察の決定権を検事にではなく、保護観察審査会に与えるように変更した。保護観察所は、観察対象者の通信、居住、交流などを制限できるようにした。保護観察の期限は2年を上限とした。 ただし、更新は可能である。森山によると、同法が、チアニージ法改正案の代わりになっているとの懸念を、払拭するために、上記3点の修正を行ったほか、法律の主観を刑事局から、大臣官房の保護下へ移すなどの措置を取った。法案は、1936年の第69帝国議会に提出された。法律制定の趣旨は、 思想転校者の再犯防止、非転校者の転校促進である。特別高等警察にはすでに思想要監視人、思想要注意人制度があったため、当初、内務省は法案に反対だったが、森山の説得で態度を変え法案に賛成することになった。議会審議では、加藤寛十が反対論を展開、治安維持法違反者の再犯率が、 約3%と低いこと、憲法に定める居住、転居の自由を侵害することを指摘したが、結局、法案は、原案のまま1936年5月に成立、同年11月20日より施行された。思想の指導と保護観察が2本の柱で、前者は、真の日本人に還元せしむることを目的にして、職業の圧戦就学、 副学などに配慮する生活の支援、校舎は時期通りであり、対象者は基礎猶予者、執行猶予者、仮釈放者、満期釈放者の4つであった。思想犯保護観察制度は日本本土だけでなく朝鮮、関東州でも施行されたが、台湾では導入されなかった。思想犯保護観察法成立に伴い、これまで適用されてきた。 天候判断基準は1936年には厳格化された。森山自身が著書思想犯保護観察法解説の中で説明するところでは天候を以下の5段階に分類し第4段階を一応の目標とすることにされた。このように天候者に日本精神を要求するようになった。日本精神という言葉は 日本主義という言葉と共に1930年代の日本で流行したが、共にどのようなことを意味しているのか曖昧なまま使われていた。森山の解説でも日本精神という言葉が天候の判断基準になっているが、司法省、森山共に日本精神の定義が明確だったわけではない。この曖昧さは共産主義以外の思想弾圧につながっていった。 治安維持法は、本来共産党対策の法律だったが、天候政策における、天候の判断基準に、反自由主義、反個人主義や、日本精神という曖昧な基準を持ち出したため、共産主義以外の思想も排斥される原因になった。問題は、それだけでは済まされない。思想検事は、思想の排斥、強制を治安維持法違反者だけでなく、 一般国民にまで広げようとした。例えば、東京保護観察所長の平田井は、天候方策は、一般社会に対しても、日本精神の実践と専用のために必要である、と述べている。また、同所補導官だった中村義郎は、今や、思想関係者の成し遂げた、天候問題は発展し、さらに一転して、国民全体の自極的国策的、 天候を要請していると書いている。平田の発言はシナ事変勃発前の1936年、中村の発言は太平洋戦争開始以前の1938年のものである。天候判断は1938年になると、さらに基準が厳しくなり、第5段階にならないと天候したと判断されなくなった。また、シナ事変以降、 日本精神の商用は決定的になり、政府は天校者を国家総動員体制に組み込み、戦地の戦部班として宣伝活動に協力させるように強制した。1941年になると基準は新治安維持法制定に伴ってさらに改定され、過去の思想を生産し、日常生活理に新民道を急行している者のみが天校したと判断され、 それ以外のものは予防抗菌に回された。ただ、1941年の改正によって成立した新治安維持法における目玉政策だった予防抗菌制度は実際にはあまり効果を発揮したとは言えず実際に予防抗菌所内に抗菌された人数は期待されたほどの数にはならなかった。1936年11月保護観察所が東京 大阪をはじめとして全国22カ所に設置された。このうち東京保護観察所は館内だけで全国の保護観察対象者の約3分の1を占めており保護観察所のモデルケースとして注目されていた。東京保護観察所の所長には平田伊佐夫が就任した。平田は保護観察制度の運用面で重要な役割を果たした人物である。 大阪、名古屋、広島、札幌の所長は、思想検事から転出した専任者が、所長になり、その他の保護観察所の所長は、地裁検事局の思想検事が兼任した。このように、保護観察制度の運用は、思想検事によって主導されたと言って良い。保護観察所だけではなく、民間の保護事業団体や寺院、人員、協会、 病院も身柄の引き受けの請負いで関わった。保護事業団体としては、例えば、半官半民の帝国更新会が挙げられる。この会では、元共産党員で転校者の小林都人が、思想犯の職業圧旋を担当した。思想犯保護観察制度は、その名前にあるように、保護と観察の二面を持った制度で、 保護に相当する事業として、思想班やその家族の就職斡旋や、結婚の仲介、職業訓練、受賛、就学援助、生活扶助など、観察は、保護士らによる出張観察や定期的な呼び出しである。思想検事たちは、この制度が、共産主義の弾圧一辺倒ではない、日本独自の制度だと誇った。例えば、東京保護観察所長の平田佐は、 保護観察法は全く母法なく、日本独自の愛の精神に立脚した真に、日本的な法律だと自画自賛しているが、運用はこの言葉からは、かけ離れたものに変質していった。東京保護観察所では思考当初は、保護重視の姿勢を示していた。しかし、島事変以降は、保護よりも、観察が主体になっていき、1940年頃になると、 観察の重要視は決定的になった。1936年の第69帝国議会で、加藤官10は、法案は保護観察と謳っているが、運用は監視取り締まりに主眼が置かれるだろう、と警告していたが、実際にその通りになった。なお5月13日までは、林ライザブロー。当時の大阪弁護士会会長。 村野義雄は1908年の宮武骸骨、国慶新聞発禁事件の担当裁判官であったが、居住地は大阪市北区若松町であった。日本主義という言葉は、私的なグループ用の文書ではあるが、外交官が作成したものにすら現れる。1936年作成の日本固有の外交指導原理考量が一例である。この文書は、 革新外交官グループの一人である、神宮武雄の手によるもので、戸部良一のことによれば、とても外交官が書いたものとは思われない。くどいほどに、道義と良心が強調され、抽象的な関連論に終始し、うんざりするほど空虚な言葉が羅列されている。日本精神という言葉を題名につけた本が1930年代に大量に発行されていたことは、現在でも、 容易に、図書検索して確認できる。例えば、日本精神という言葉は、西田北郎の、日本文化の問題ピアニッシも、89から90、にも見られ、その他にも、国民精神総動員運動中央連盟や、制度委員会幹事会のお議論でも使われている。ありがとうございます。